皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆくチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日は5月の2日、令和元年の5月の2日なんですけれども、5月1日から令和という時代が始まりましたけれども、それと同時に5月1日は、世界的なスポーツのヒーローであったアイルトン・セナの命日でもあったわけですね。でまあ、それについて、まあ、動画作ろうかなとも思ったんですけど、まあ、令和の初日のめでたい日に、まあ、個人を偲ぶ動画を作るのもどうかなとも思って、まあ、ツイッターで、まあ、つぶやくぐらいで、やめといたんですけれども、で、まあ、今日はですね、こちら、サポートプラスという会社の DVD プレイヤーで、モデルナンバーが S-501P というものですね。2004年製造の DVD プレイヤーで値段が、はい、100円ですね。で、まあ、この DVD プレイヤーなんですけど、こちらですね、はい、トレイが開きません、パーツ取りにご利用くださいという感じだったわけですけれど、まあ、トレイが開かないっていうことは、まあ、多少のメンテナンスで治るかなという確信があったので、まあ、買ってきたんですけど、まあ、DVD プレイヤーには、まあ、形式といいますか、ドライブの形式が、まあ、大きく分けて2つくらいあって、まあ、こうパカッと蓋が開く、まあ、シェルドライブなんて言いますけれども、そういう蓋がパカッと開くタイプと、まあ、こういったフロントローディングといって、このトレイがダーッとこう出てくるタイプの DVD プレイヤーがありますけれども、今回のプレイヤーはまあそのフロントローディングのタイプですよね。で、まあトレイが開かないっていうのは大抵ほぼ 100% ですけど、ドライブを出し入れするモーターにゴムがかかってるんですね。ゴムがかかってて、別のギアとこうつないでるんですけど、そのゴムが劣化しちゃって、まあ、伸びたり、まあ、最悪が切れちゃったりしたり場合とかで、まあ、ギアがこう、まあ、うまくこう動力が伝わらなくなっちゃってるというもので、まあ、このプレイヤーに関して言うと、まあ、モーターが3つ乗っかってるんですね。まずこの、まあ、ディスクを回すモーターと、それからこの下にあのピックアップがありますけど、移動させるためのモーターと、その、トレイを出し入れするためにのモーターが、ついてます。で、こう見てもそのモーターがどこにあるかって分かんないと思うんですけども、ドライブを外してさらにこのトレイが出た状態じゃないとそのモーターにアクセスできないんですよね。じゃあのそのトレイが開かないやつをどうするんだって言ったら、まあとりあえずはゴムがかかってると信じて、オープンクローズボタン、ここにあるんですけれども、オープンクローズボタンでこう何回かトレイを開けようと試みます、まずは。はい、で、まあ、多少なりともゴムの駆動が残っていれば、運が良ければスーッと出てくることがあります。まあ、この DVD プレイヤーもその何回かこう、エジェクトボタンを押してたら、こうズズズズズズと、本当にもうゆっくりでしたけど、まあ、トレイが出てきました。で、まあ、出てきたらそのモーターにあのアクセスができるようになるので、そのモーターにかかってるゴムを一旦、まあ、外してみました。そしたらば、まあ、多少伸びてる感じはあったんですけど、致命的なほどにこう伸びてる感じじゃなくて、まあ、汚れとなんかこう髪の毛がこうベターってこうついちゃった感じで、まあ、それがあって、まあ、滑っちゃってたのかなというところで、まあ、そのゴムベルトをまあ掃除して、でもう一回かけ直したら、もうトレイがこうスムーズに出入りするようになりましたね。はい、で、まあ、それで再生テストをしてみたら、まあ、再生自体はもう全然問題ないかったんですけれども、ただこの売られていたのはこの本体だけだったので、まあ、このフロントパネルの操作ボタンなんですけど、はい、プレイとポーズとストップとオープンクローズしかないんで、まあこれじゃあの DVD 操作のもう3分の1もできない状態なんで、で、まあリモコンどっかに売ってないかなと思って、まあヤフオクで探したらですね、今ちょうど出品があったので、まあ一
重それ、落札して取れせたいと思うんですけど、まあ、250円くらいなんでね、まあ、全然問題ないと思うんで、それをちょっと取り寄せたいと思います。で、まあ、このプレイヤーね、まあ、DVD だけじゃなくて、まあ、ビデオ CD とかあるいは MPEG-4 のデータも再生できるみたいですね。ただまあ2004年当時の技術における MPEG-4 なんで、まあ、現代流通している MPEG-4 を、まあ、仮にディスクに焼いてこれに入れて再生しようと思って、まあ、うまく再生ちょっとできなかったんですけど、まあまあ、その他の機能もね、一応ちょっとチェックはしてみたいと思います。はい、というわけで、まあ、令和最初の、まあ、修理っていうほどじゃなくて、まあ、メンテナンス程度の作業でしたけれども、 DVD プレイヤー復活いたしました。まあ、ゴールデンウィーク中ですね、まあ、こういった修理動画ガンガン上げていこうかなと思ってるんですけれども、まあ、ネタはいろいろ集めてあるので、まあ、期待しないでお待ちいただきたいと思いますね。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストから良ければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。